さていよいよこの瞬間がやってきました。こちらのベストイレブンの中から最優秀選手賞が決定いたします。なお最優秀選手賞は J1 全18クラブの選手と監督によるベストイレブン投票の結果をもとに選考委員会による投票で決定いたしました。30年の歴史を重ねてきた J リーグのメモリアルブックへ、その意義とともにその名を刻むのは果たして誰なのか。全てのファン、サポーターの皆さんの視線が今彼らに注がれます。誰が選ばれるのか、横浜アリーナの皆さんも配信をご覧の皆さんもぜひご活目ください。それでは審判数が上がる中、最優秀選手賞プレゼンターをご紹介します。女優志田未来様、どうぞご登壇くださいませ。選手の発表は野々村義和チェアマンです。チェアマン、どうぞお願いいたします。それでは発表します。最優秀選手賞はヴィッセル神戸大里優也選手です。大里優也選手、おめでとうございます。おめでとうございます。お待ちしてます皆様、横浜アリーナの光を当てつきましょう。1993年から歴史を重ねて30年、 J リーグは60クラブに拡大し、2230名もの選手たちがプレーしています。まずは星々の頂点に今ヴィッセル神戸大里優也選手、堂々と誇らしく輝いています。そしてその輝きをファン、サポーターの皆さんの光見せてください。ありがとうございます。手を挙げてください。この光の輝き、 J リーグの歴史に永遠と刻まれる。
よろしくお願いいたします。最後の最後まで刺激ある毎日を送れました。 J リーグ対戦した他17チームの皆さん、ありがとうございました。今日これで J リーグ優勝、最優秀選手賞、そして得点王と取ることができ、素直に嬉しいです。引き続き努力を続け、また来年もこの賞を取れるように頑張りたいなと思います。そして最後に、家族、あまり一緒にいる時間なかったですけど、
サッカーだけに集中させてくれて本当に感謝します。ありがとう。まあこれからオフなので少しどっかゆっくり一緒に遊びに行こうか。行こうね。本日は本当にありがとうございました。感動的なアイディアのプレーメッセージありがとうございます。プレーメッセージ大迫勇也選手、今日一番の拍手の皆様お願いします。